どうも、北山水泳です。はい。今日はですね、久しぶりの論文紹介でございます。今日の内容は、淡水路で早く泳ぐ方法を紹介している論文を紹介していこうと思います。はい。と言いますのが、今回の内容はこちらでございます。ターン後の壁を蹴った後の速度と、スクワットジャンプのピークパワー。こちらには相関性がある。といった内容の論文紹介になっております。はい、こちらの研究内容はですね、競泳選手8名を対象にしておりまして、主にバッタとブレの専門選手になりますね。つまりタッチターンですね。タッチターンの時の壁を蹴った後のこの速度、壁を蹴った後のこの速度と、スクワットジャンプのピークパワー、ピーク速度が高い選手っていうのは、これ相関性があることが分かりました。なので、つまり簡単に言いますと、タッチターンの後に壁を蹴りますよね。で、この壁を蹴った後の速度、早く遠くに進みたいっていう人は、スクワットジャンプのピークの速度、ピークのパワーを上げることができれば、壁を蹴る速度も上がるといったことが分かりました。なのでですね、たくさん壁を蹴った後に遠くに進みたい。ドルフィンキックがあんまり上手じゃないから、壁を蹴った後の速度でもう綺麗に遠くに進みたいっていう人は、スクワットジャンプを鍛えるようなトレーニング、陸上トレーニングをやってあげると、そこの速度、ターン後の壁を蹴る速度が上がる、遠くに行けるということが分かりました。なので、まあこの辺はね、ある程度推測は立つんですけども、明らかにこういう論文で発表されてますので、壁を蹴った後の速度を上げたい人は、スクワットジャンプを鍛えるようにしていきましょう。これから淡水路のシーズンが始まりまして、淡水路は壁を蹴る、瞬間、壁を蹴る回数もターンの回数も増えていきますので、ドルフィンキック苦手だよっていう人は特にこういったところを鍛えていくのがいいと思います。では今回以上。11月12日と11月19日はオリンピックメダリスト中西優子さんと北山水泳による特別水泳レッスンがあります。定員20名に達し次第募集終了しますんで、下の QR コードからぜひ応募してください。待ってます。